それじゃあ、レッツゴー A です。はい、今日はですね、はい、この間発表されましたね。おとうとうザ・マッチ第1弾発表されました。それでは、はい、まあ、今日は試合予想をしていきたいと思います。おー、達也が試合予想って珍しいね。あんましないよね、うん、初めてやろう。あの、一回やったか。一回やった、あれじゃない、村越選手と一回やった、レオナ。あ、レオナ選手、あ、そうそうそう。それ当たったの？いや、当たった当たった当たったっけ、うん、当たった当たった、レオナ選手が勝つって言ったもん。はいはいはい。だから俺ね、結構ね、試合予想あんまやんないけど、うん、結構当てるんよ。すごいね。そうなんだ。もうそうなの。俺昔から当てたんよ。昔から当てたんよ。何当てたんよって。何当てるんよ、いろいろと。あの、人の血液型とか、名前とか。名前ばっかり当てちゃうよ。職業変えようか、お前。占い師になろうか。確かに。な、名前当ててもらいましょう。名前イム。すごっ。正解だわ。すごくない。俺はいつぐ当て目だわ。俺ら幼馴染。そんな感じでね、俺はマジでこう当てるのが上手だから、うん、まず期待してもらって、試合もう期待できん。もうできん。試合予想をね、はいはい、楽しんでもらえたらと思うんですけど、はい、気になるのはある。いや、でも俺はね、黒田選手と風間選手の試合は、おここ来るかと思ったね。お、全く想像してなかったカードで。でもすごい面白い、楽しみな試合だなっていう。まあ、ヤーマー選手と浅田選手は、あ、マジやるんだと思って、うん、結構お互い煽ってたけど、うん、実際やんないのかなと思ったけど、うん、あ、マジやるんだっていう。それは俺も思った、うん、今日もすごい楽しみなカードが揃ったというか、まあ、ファンとしてはすごい楽しみなカードですね。あれはイムは、あれはって俺もね、うん、まあ、ヤーマン選手と芦澤選手のあの会見のバチバチ、はい、やっぱ見ちゃったらちょっと気になるなっていうのと、うん、そうね、あとやっぱヒデさん、あ、はいはいはい、試合もちょっと楽しみだなと思う。ヒデさんかっこいいっすか。かっこいい、喋り方かっこいい、ね、ザ男ね。あの会見でのさ、うん、前回の試合で申し訳ないっていうのをさ、うん、相手に言ってて、あ、なんかすごいなみたいな。俺このヤーマン選手と達也の試合を見たいと思ったんだけど、個人的に ね、この会見であの時もし浅田選手が達也だったら、もしこう絡まれてた時にどう返すのかなっていうのも、あ、なんかね、おめえさとか言われた時にね、誰だよねみたいな。俺も切れる時は切れるから。おお、ガキ見ていいぞ見たいね、ガキ。俺も怒っちゃう時は怒るから。まあ、プライド傷つけられたりとか、うん、バカにされたらムカつくし、切れると自分の顔殴るんだよね。タツヤってなんかめちゃぶち切るとき自分の顔殴るから、さあそう大丈夫けと思うんだよね。いいカードが揃ったんで、タツヤに今日は試合をさせてもらいたいなと。してもらいましょう。してもらいましょう、まあ、一言はい、ということで、まあ、早速、はいはい、試合予想に参りましょう。はい、試合順とかが決まってないと思うんで、まあ、軽い階級からちょっと聞いていきたいと思うんですけども、うん、金子選手と鈴木選手。おう、これですね。どっちが勝つと思いますか。俺の地元の友達に金子健だってやつなんだけど出すなしかもそれ関係あるの。関係ない。関係ない。金子って言った瞬間に俺今頭出てきて、懐かしいな、ね、懐かしいよね。俺は仲良くて好きだったやつなんだけど、うん、これめちゃくちゃ面白いカードだね。面白いと思います。チャンピオン同士の。そうだね、ライズのチャンピオン対 K-1 のチャンピオン、ね、これこそザマッチだよね。 K-1 としても、うん、金子選手に勝ってほしいし、うん、ただ鈴木選手もガッツあるし、うん、気持ちが強い選手だし、結構面白い試合するよね。そうだ、打ち合いがこれ見られるんじゃないかって僕は思いましたね、うん、でもね、俺的金子選手の方がパワーの部分ではあると思う、うん、確かにあの階級であのね、肉体はすごいね、フィジカル強いし、うん、あの一発もあるし、うん、俺はまあめちゃくちゃ面白い試合になるけど、金子選手がKO で勝つと思う。KO 勝ち、うん、倒すと思う。何ラウンド？まあ、早い段階でいけば1ラウンドだし、でも2ラウンドで倒すんだよ。だからその鈴木選手も負けん気が強い、何回か映像見たけど負けん気強いし、前にどんどん出る選手だから、そういう相手にね、ガツンってあの金子くんがパンチで決めちゃいそうな気がする、うん、じゃあこれは、金子選手が勝つと、はい、僕が勝つと思います。 KO でむしろね、勝ってほしい。もうそうだ、 K-1 側でね、うん、はい、まあ、でも今回はこのひいきなしでちゃんとしたこう予想をねしてほしいと思いますけど、はい、じゃあ次の試合いきます。志郎選手対木村選手。おお、これはこれもね、どうですか。なんだ、やっぱイメージ的に試合の見てる数が
久村選手とかを見てるから、まあ、そうだよね。そう、首藤選手ってそう、なんかなんだろうな、まあ、後半にも強いイメージがする、うん、粘り強さっていうか、うん、久村選手も攻撃力めちゃくちゃ強いよね、うん、だし、ブレないよね。確かにね、あんまりステップしずにって、ベタ足で戦うタイプじゃないですか。そうだね、うん、体幹も強そうですし、ブレないし、技術対決がすごそうですよね、テクニックが。久村君が圧かけて、うん、なんかポポンって倒しそう。おお、あ、KO で。KO で。じゃあ予想としては、うん、久村君の、これも2ラウンド KO。 おお、じゃあ久村選手が勝つと。はい、カズネ選手対黒田選手。おお、これどうですか。あれだね、カズネ選手も今、この間の天心との試合でさ、うんうん、結構今評価が上がっとるというか。確かにね、あれワンチャンだから延長あったんじゃないのっていう声もあったし、うんね、言われてるよね。じゃあ黒田選手、黒田選手もね、トーナメントでしっかり勝って、うん、今すごい勢いのある選手の一人ですからね。これも難しいですよね。黒田選手が左のあのストレート行く？あの伸びるからね。そう、あれ俺もバカ入るんじゃないかなっていう。そうだね、体格差も黒田選手の方がなんかしっかりしてそう。ただ俺ね、風間選手のなんて言うんだろう、この負けん気がすごい、うん、試合生で見たことないけど、うん、画面越しから伝わるの。根性っていうか、根性と負けん気と、うん、なんかすごい背負ってるものを感じる、うん、もう絶対負けたくない。だから一発だったら黒田選手だけど、うん、後半行くと風間選手が持っていくと思う。上地選手すごいみんなに応援されるそうな戦い方するし、みんなの気持ちを持っていく選手だと思う。俺はなんか見てて思う。これ試合予想的にはじゃあ俺は風根選手が、風根選手が判定ですか。そうだね、判定で勝ち。風根選手じゃあ判定で勝ち。おお、そうきましたか。はい、じゃあ次の試合いきます。ベイノア選手と輪島選手。もうね、はい、この間ね、輪島選手勝ちましたから。勝ちましたね、この木村稔選手ね。あの試合、あの試合はしびれたね。しびれましたね、なんか、うん、すごかったね、本当に。ベイノア選手はこの間負けちゃったんだっけ。この間カイト選手に1ラウンドで負けちゃいましたね。ちょっとダメージがなんか残ってるのかなっていう。やっぱ1回倒されるとちょっとそういうトラウマみたいなのが選手にとってあるし、うん、やっぱその KO で負けると次の試合とかに影響するとかあるか。影響するって言うよね。俺はその経験したことないけど、1回倒れるとやっぱダウン癖もつくし、気持ちがこう倒れないと思ってても、一回倒れちゃうと脳がもうそれを分かってるから、脳が勝手にスイッチオフにしちゃって、脳がスイッチを切るんだよね、危ないと思って。倒れていいみたいに認識しちゃうんだ。そうそうなんだ。不思議だね。怖くない？じゃあ倒れちゃダメじゃんね。ん？倒れちゃダメ。そう、倒れちゃダメだけど、だけど危ないと思うから倒れるわけで、あれ聞いてから倒れてるわけじゃなくて、体の機能がこれやばい、このまま立ってたら死ぬからスイッチを奥にするから倒れるし、ね、らしいんだよね。あ、だから一回こう経験、ダウンとか経験しちゃうと、ダウンどん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 こうしてくる理由ってそこにあるらしいだよね。で、試合予想は。試合予想ね、だから俺普通に考えて輪島選手が勝っちゃったと思う。ただね、あのね、この間の朝久選手と与座選手、与座君の試合あったじゃん、うん、あれも与座君がうまく空手の土俵に持ち込んだんだよ。うんうん、戦い方を。空手の土俵ってどんな感じなの？間合いというか、空手のね、間合いがある。極真道だと結構近くでこう、こんな感じで、ね、で、ローを潰して。朝日選手ってさ、大体距離取ってこう、なんか足使ってやるんだけど、ね、前回その土俵に持ってきれなかったんだよね。与座君の距離でずーっとこう戦ってて、はいはいはい、そうだから本当にいい距離で与座君と戦ってて、ああいうふうに勝ったから、うん、まあ、その空手の、まあ、ちょっと分かんないんだけど、満員になった場合は空手のね、強いやつが勝つっていうこともありえるからね。輪島選手が、うん、KO でハイキックとかで勝っちゃう。KO 勝ち、輪島選手のじゃあ KO 勝ちで、うん、じゃあ次の試合いきますね。シラットル選手とゴンダパー選手。さあこれはどうでしょう、ところ選手。急に解説者。急に解説者。はい。シラットル選手の印象とかは。印象か、どうだろう。なんかもう顔に目がいっちゃって、あんま試合みたいだね。顔に目がいっちゃう。顔イケメンでしょ。ああ、イケメンだね。イケメンだし、スタイルいいし、うんうん、あんまその試合内容はあんまりお前ちょっとこっちか。なお前顔ばっか見てるとこっちか。これ身長差が14センチあるんですよ、白鳥選手とね。おうおう、そこのこう差というかどうなんですか、その身長差は関係ありますか。でもね、ゴンちゃんはね、もうあれだよ、経験値がえぐいから。うん、まあそうだよね。もう多分その15センチ高かろうが、もういろんな人でやってきてるから、うん、そんな気になってはないと思う。ゴンナバー選手の印象はもう、まあ、誰が見ても分かるけど、蹴りがめちゃくちゃ強いよね。
強い ねあのローキックも強いし、まあ、ムエタイだよ、ムエタイ、ザ・ムエタイ、ムエタイ。白鳥選手もやっぱリーチを生かした戦い方するよね。ああ、なるほどね。うん、まあ、達也も戦ったことある、コウジ選手とさ、うん、試合もしたことあると思うんですけど、白鳥選手明日、ね、あれ見た、あ、見た見た、うん、まあ、しっかりダウン、ね、コウジ選手からダウン取ったもんね。そうだよね、あの打たれず、うん、リーチが長い相手に対して、うん、まあ、ゴンちゃんがこう中に入れるかどうかっていう試合だよね。もうこの中に入ってゴンちゃんのパワーでガーンっていったらゴンちゃんが勝ちますよ。うん、じゃあその距離を守って戦えば白鳥選手もワンチャンある、ワンチャンあるけど、でも俺はゴンちゃんが捕まえると思う。捕まえて、まあ、経験の差を生かすというか、うん、そう、捕まえて普通に勝っちゃうと思う。おお、じゃあこの予想としてはゴンダッパー選手の KO 勝ちですか、判定ぐらい。 KO で、KO で、だから KO が多分多い試合になりそうですね、じゃあ予想としては、ね、そうだね、うん、じゃあ今度パー選手は KO 勝ちと、はい、じゃあ次の試合いきますね山崎秀明選手対原口選手。うわ、秀さん、おお、これはね、もう激アツな試合だよね。激アツじゃないですかね、うん、バチバチの、これはもう格闘ファンからしても、うん、結構楽しみ、ね、っていうカードが、あの原口選手もあのバチバチな試合するタイプじゃん、うんうんうん、もうゴリゴリの、ヒデさんはもうどう見てもゴリゴリの試合じゃん、うん、ヒデさん の, ちょっと前回の試合があるからダメージの部分がちょっと心配だけど。ああ、そうですね、そう、うんうん、だけど、まあ普通に早い段階で決着がつく気がするか、まあ、ヒデさんも前回の試合を生かして一回様子を見てしっかりこう足を使っていって無理しずに、はいはい、まあ、後半に仕留めるのかっていう。じゃあまあざっとまあ達也的な予想でも、俺はもうヒデさんだよ。まあヒデさん、うん、もちろん、うん、もちろんヒデさんがまあ、多分1ラウンドではいかないと思うから、うん、まあ、1ラウンドでこう、まあ、いろんな蹴り技見して散らして、はいはい、2ラウンド3ラウンドで俺は KO 勝つ、まあ、KO 決着で山崎、うん、秀さんが勝つ。おお、はい、じゃあ次の試合いきます。中村寛選手とレオナ・ペタス選手さあこれはどうでしょうか。さあこれはどうでしょうか。これはあの大岩選手はね、はい、あのレオナ選手とも、はい、タイトルマッチで暮らしてます、ね、一度経験ありますけども、うんうん、まあ、あの時、まあ、判定でね惜しくも、まあ、敗れてしまったんですけど、はい、まあ、この試合どう見ますか。レオナ選手は勝ちます。おお、これはどういった。普通に勝ちます。普通にどういった、まあトータル的に見て、トータル的に見て、まあ、レオナ選手の方が格上じゃない多分、まあ、中村選手も強いですよね。前回もかっこいい勝ち方してたよね。そうだよね、カモンって言いながらパッパッて、ね、試合中にパフォーマンスができるのがもうかっこいい、うん、エンターテイナーで余裕があるというか、うん、で、それでしっかり通すっていうところもかっこいいけど、うん、まあでもどうだろうな、経験値的にもレオナ選手の方が上じゃないのかなって思うし、ざっと見てレオナ選手が勝っちゃう気がする。おお、これは、どういう決着で。 KO で。おお、多分ね、この全試合ここにかけるのもみんな強いから、まあ強いね、変な試合をしないって思ってるから、みんながバンバン打ち合うんだよね。普段よりも打ち合うし気合入ってるし、うん、そういった部分で来てもレオナ選手がしっかりと見てカウンターで KO すると思う、うん、3ラウンドぐらい、3ラウンド KO 勝ちの予想だよ。予想だよ。じゃあ次の試合いきますね、ヤーマン選手と芦澤選手。まあね、ヤーマン、これもう会見からもうすごいね、バチバチで乱闘が起きたんですけども、ね、芦澤選手と達也は2回ほど戦って、これはもう達也が勝ってますけども、ね、まあ、俺的にこのカードは悔しいよ、正直いろいろと。そうだよね、うんうん、悔しい思いはめちゃくちゃあるし、うん、もちろん俺とやった時より進化してるし確実に、うん、まあ、強くなってるから、ヤーマン選手との階級差もあるよね確か、うん、普段体重の、まあ、ヤーマン選手のちょっと上なのかな、上だよね、うん、でなんかグローブもどうなの、これはあのバットも決定、オープンガーで決定しました、ね、決定した会見で、うん、でライズの代表の方が、うん、うちは全然いいですよと、うん、そしたら中村さんが、うん、まあ、ここで僕がダメって言ったら、ブイン食らうでしょうって言って、ぜひやりましょうっていうことで、まあ、オープンフィンガーで決まったんですけど、まあ、これにはやっぱ、慣れがある、もう絶対、うん、絶対ヤーマン選手でしょ、どうなんだろうね、本当に喧嘩みたいなやつ、まあ、そうだよね、バチバチな、本当、倒れてて、また倒して、倒れてとかの、決して芦澤選手は打てれも強くないし、あ、うん、ただガッツもあるし、根性は強いけど、でも分かんない、俺はオープンフィンガーやったことないから分かんないけど、うん、まあ、オープンフィンガーであれば、でもあれば、やっぱその方が有利だよね、普通に考えて、やったことあるし、うん、経験したことあるし、今までこう、実戦もやってるし、うん、じゃあこれは、じゃあ試合予想的には、あ、まあ、1ラウンドだったら芦澤いっちゃいそうだね、うん、2ラウンド、ヤマンが勝つ気がします。おお、じゃあ2ラウンド KO で。KO で山選手が勝つ気がする。お、まあ、でもここで持ってくんだよな、明日は。確かにね持ってき上手だもんね、持ってき上手、確
確かに。ね、持ってきて、ここでこう持ってったらマジ、うん、ちょっとすごい。俺はまた個人的には達也と芦田選手見たいけどね。あ、でもまあここ一ファンとして、ね、いや、いつかやるんじゃない、こう絶対やると思うよ。まあトーナメントとかもしあれば、うん、だし向こうがやりたいんじゃない、やりたいっていうか向こうがやりたいでしょ。あ、そうだって2連敗してるから確かに絶対やりたいでしょ、うん、まあこれはじゃあヤーマン選手が勝つけど、俺は芦田選手を応援します。まあそうだね、うん、同じ K1 として K1 として、はいはい、まああくまでも試合予想なんでね、はいはい、まあ次もうメインの天心 VS タケル、明らかにタケルが勝つと思うよ。この試合にかける思いが全く違いすぎるなって思う。会見見てても思うし、向こうちょっとなんかチャラチャラしてるように見えるし、なんかもうボクシングがあるが次があるがっていう風に見えるけど、タケルってもうここにかける覚悟がもうすごいから、その覚悟の時点でもうタケルが絶対有利かなっていう。まあ、その戻しの4キロも正直きついけどね、こっちサイドからすると本当にルールがもう決定して、まあ、タケルもこうやるって決めたから、まあそうだね、やるって決めたし、タケルも別にそこに関しては別にもう何も不利じゃんとか別にもう気にしてないし、うん、もう言われたくもないし、うん、もうこっちが OK 出したんだからもうそれでルール決定だから、そこで勝っちゃうよね。そう、正々堂々だから、なんかそういうのも別に求めてない。中身はどんな感じのイメージなの、達也の中では、うん、その意気込みの差はやっぱ違うっていう。いや、中身でもね、もうタケルが圧勝するんじゃない、まあ、カウンターとかうまいけど、天心選手の技の引き出しもめちゃくちゃあるけど、もうタケルがこう圧力とかパンチとかで全部何もさせない気がする、うん、攻撃力も多分やっぱり受けたことない攻撃力になるんじゃないかなって思う、うん、じゃあこれはもうタケルが勝つと、うん、KO 決着ですか。KO 決着でしょう。はい。何ラウンドぐらいで倒すの。2ラウンドでしょう。2ラウンド KO。KO 決着。はい、これスタンディングオベーション起きるんじゃない。どう思う。起きるよ。すごい。うわあ、楽しみだね。もう今からワクワク続々。そうだよ。この三天心がこう逃げずにアウトボクシング。はい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 。するかな。したら打って下がってみたいな。ずっとこうやってやるんだから。はいはいはい。こんな試合しちゃったら、まあ、手は難しいけど、うん、まあでも、打っちゃってほしいよね、向こうも。でもやっぱもう会場の空気がそうさせるみたいなところもあるんじゃない、多分。タケルそれがすごい上手い。あ、タケルのこのフィールドに持っていくのが上手いし、そういう打ち合いに持っていく空気感を作るのが上手いし、タケルもこう、打ち合うから、で、結構当たるから向こうもいけると思うんだよね。あ、なるほどね。そう、はいはいはい、だから向こうも打ち合うんだよね。そういう空間に持っていくのもマジで。なるほど。そう、第1弾発表のカードを予想したんです、はいはい、まあ、あくまでもね、試合予想ということで、まあ、試合はね、どうなるか実際分かんないんですけど、達也なりのね、視点から見て、そうだね、はい、やってもらったんですけど、まあ、これを見てこう、みんなが、うん、あ、これちげんじゃないみたいなね、まあ、それがまた面白いんじゃない、あの俺はあいつがああいうこと言ってたんだ、言ってたなって、もしかしたらこれ全部当てる可能性もあると、うん、俺でもよく当たるって言われるから本当に楽しみにしてて、おぉ、まあ、自分でハードル上げんだろ、ああ、なるほどね、全然外すちょっと俺も期待してるんですけど、やっぱ達也の発表もね、もしかしたらというところあるんですか、はい、これもしかしたらね、まあ第2弾ありますから、発表が第3弾もありますから、おぉ、第4弾もありますから、めちゃめちゃあんの、わかんないよそこは。あ、はいはい、うん、知らんけど、東京ドームで入場してる達也俺は見たいなって、まあ、ね、思うけど、はい、そんな感じで俺達也の試合予想でした。はい、はい、当日楽しみにこの予想を見ながら僕も試合を見たいと思います、はい、それではまた、はい、次回の動画でバイバイバイ、またね。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。